こんにちは。1月22日に福岡県のマリンワールド界の中道をご視察された秋篠宮殿下ですが、実はこのご公務においてとんでもない問題発言をしてしまったようなのです。どうやら、施設側が用意したお食事に対して不満をあらわにされたようなのですが中黒中黒中黒。一体どういうことなのでしょうか。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、 紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、小室夫妻に関する話題をお届けします。ここからは一部引用を含みます。さて、現在もニューヨークで暮らす小室夫妻に関しては、これまでアメリカ現地の日系人たちに助けられながら生活を送っているという見方が強かったのですが、実際はのけものにされている状況だといいます。 内情に詳しい現地在住の皇室ジャーナリストは、次のように述べています。小室さんといえば、作家に受験したニューヨーク州の司法試験に3度目の正直で見事合格。この1月中に同州の弁護士資格を取得するはずなので、晴れて国際弁護士の仲間入りというわけです。現在勤務している法律事務所のホームページには、小室さんはまだ法務助手として記載されています。しかし、 近いうちに日本語が得意な弁護士などの紹介文が加わるでしょうね。そんな明るい未来が待っているはずの夫妻ですが、この年末年始はブラジルへの新婚旅行を計画しているとも噂されていました。しかしながら、未だに新婚旅行に行ったとは聞いてませんし、今の状況で計画を実行するとは思えません。当然旅行に行く費用もないはずですし、むしろ今までどうやってお金のやりくりをして生活していたのか。 しかも、本当に行くとなれば元プリンセスの夫婦ですから、治安に不安もあるので当然警備もつきます。その費用は言わずもがな税金から捻出されるので、再び批判の嵐になることは間違いないでしょう。渡米してから1年以上経過したものの、日本での小室夫妻への注目度は高いまま。何をしようにも日本国民からバッシングを受けてしまう二人ですが中黒中黒中黒。意外なことに、 ニューヨーク現地の住民からすると小室夫妻はどうでもいい存在のようなのです。今でも定期的に現地のパパラッチが二人の歩いている姿を撮影していますが、現地に住む人たちは小室夫妻をほとんど気にしていないのです。ニューヨークは有名人やセレブも多いですし、正直小室夫妻とすれ違うたとしても興味のない人がほとんどなのかもしれませんね。こうした興味関心がないということは、 小室さんの母親佳代さんにとってはまさに追い風。渡米して二人と同居したい以だと散々報じられているのは、プライベートがない日本よりもニューヨークで自由が手に入るからなのでしょう。しかし、実は小室夫妻のニューヨーク生活に関して、日本で報じられている内容とは裏腹にサポートしてくれる仲間はほとんどいないとも噂されています。相変わらず週刊誌では、 現地の日系人が小室夫妻のサポートをしているといった報道が目立っていますが、実際はその逆なんです。例えば、現地には日本弁護士たちのネットワークがあるのですが、そのグループ内では、小室圭さんの名前を出すのはタブーなんだとか。確かにパパラッチが撮影してきた写真も、マコさんとのツーショットばかりで第三者いる写真はほとんどありません。理由はわかりませんが、 現地には日本人の味方がいない状況というのが現状のようです。日系人コミュニティに馴染めないのかもしれませんね。以上が一つ目の記事の内容です。おそらく、アメリカは実力主義だから小室夫妻お得意のコネがあまり活かせないのかもしれませんね。これまでのように、何でもしてもらうのが当然と思っているようでは溶け込むのは難しいのかもしれません。では二つ目の記事に移ります。さて、 1>, 1月22日に福岡県のマリンワールド会の中道をご視察された秋篠宮様。しかし、現地の様子がつぶやかれたツイッターなどの SNS によれば、そもそも人がほとんど集まらなかった換算とした会合であったといいます。また、同行していた関係者によると秋篠宮様はこの福岡訪問の間、いつになくお元気であったとも。同関係者は、次のように述べています。今回、 殿下は久しぶりにゆっくりしたご公務だったと思います。何しろ殿下は水族館や動物園が大好きでいらっしゃいますからね。雪の道中では海洋と生物のバックナンバーを持参され、イルカに早く会いたいと少年のように目を輝せておられました。また、貴子様のご同行がなかったことも殿下にとって喜ばしいことだったようです。かねてより、 もう俺の趣味の公務には絶対に来て欲しくないとしきりにおっしゃるので、貴子様がいささかお気の毒なくらいでしたよ。ともかく今回は貴子様が不在でしかもご趣味の水族館視察が含まれる地方を出ましということで、殿下はノリノリでした。実際のところ、殿下は1時間ほどかけて館内をご視察されましたが、途中で何度も、私は水族館に来るとすごく腹が減るんですよ、などとおっしゃっていました。 周囲を和ませるため、殿下はこういったジョークを好まれますが、この日は殿下のご発言が大変受けていたためお心を良くしておられたのでしょう。しかし、視察を終えて職員がお控えの方に軽食をご用意してあります、とご案内したところ、ここで殿下の問題発言があったのです。というのも、殿下は案内した職員の話に対し、いらないよ、 どうせフカヒレ入ってないんでしょ水族館といえばフカヒレだと思いますが、などと、強めの口調でおっしゃったのです。おそらく、楽しさのあまりすっかり元の状態が出てしまったのでしょう。結局は軽食にも一切手をつけていただけず、少々残念な思いをしたと同施設の職員は話していましたよ。殿下はご心労を貯められておられるのでしょうが、 今年は例年にも増して糸をつかみかねる小発言が連発し大変驚いております。さらに動物園の視察ではカピバラ試食を望まれたようですから、改めて殿下の食欲には驚かされるものがありますね。以上が二つ目の記事の内容です。たとえどのような公務であったとしても、国民の税金は使われるわけです。今の秋篠宮家は皇室特権や税金の無駄遣いばかりに精を出していて、 それを止められる人物も団体もない状況です。そろそろ歯止めをかけなければ、とんでもないことになってしまう気がしますよね。もしこのまま秋篠宮家に高頭が移るとすれば、日本の未来は期待できないと思った方はグッドボタンを押してください。小室圭さん秘宝外務省から発表ならくのそこへ今回のテーマは、マ、ま、コさん妊娠。 小室圭は外務省を私物化で罰金違法滞在で弁護士失格に爆笑。久人様不自然な出来事なんかニューヨークのユーチューバーがこないだの小室夫妻のパン屋さんの動画をさらに解説していましたが、ま子さんのお腹を見て妊娠しているように感じたとことってましたね。そこで改めて今年4月のテーミスで報じられ妊娠説の記事を読んでみました。 この時のテーミスの記事ではマコさんに妊娠の兆候があると報じられていました。まあ他の週刊誌でも狡猾のことでニューヨーク総領事に相談しているところから見て子供を妊娠している可能性は高いかもしれません。マコさんが解任となば極秘チームも新たな任務が課せられるからかなり焦っているようですね。弁護士を目指していた奴が違法行為で罰金してでも滞在を延ばそうとしているわけですね。 まあ仕事をする気もないしビザだけはなんとか皇室特権で解決しろというわけですね。そりゃバイデンさんからあいつはダメだと言われますよね。一応アメリカでは出生地主義を取るから子供は自動的にアメリカ国籍を保有し21歳になると親の永住権申請も可能にはなりますが出産しても小室夫妻にはビザが降りるわけではないわけですね。 もう小室圭とマコさんは完全に外務省は何でも言うことを聞くと思っているようですね。実際にマコさんが2013年にエディンバラ部学に留学してそこでの生活が終わったのに帰国せずに1ヶ月友達とヨーロッパ旅行をしたわけですね。その中には小室圭もいたわけです。小室圭のその時の政府のバッジを身につけていたのも SNS 上に出回っていますよね。 今回も補正予算として計上した8億円が小室夫妻のために使われていると言われていますよね。まあこういった皇室特権は当然久人様に燃えるわけですね。定型更新学制度の入学にしたって結局は区内庁も定型更新学制度は認めたものの条件の詳細までは学校側に聞いてくれと逃げたわけですね。そして学校側も具体的な定型更新学制度の詳細の説明からは逃げたわけですね。 ただもうだいぶ前から悠仁さまが定型更新学制度で入学するのが分かっていたから地区府の改修工事が行われたわけですね。しかもバスケットコートには豪さんの霧といってもともとは皇室専用の家紋まで描かれているわけです。まあ今では地区府の交渉ということなのですが完全に悠仁さまのためにというのが丸わかりですよね。 まあ、秋篠宮ご夫妻も自由な教育方針ということで、筑波大附属高校の教育方針がぴったりだったのかはわかりませんが、天皇陛下というのは時期を立することが何よりも重要で我慢を教えることも重要なわけです。つまり、帝王教育とは侵略の教えを筑波大月属高校では教えているわけですね。何よりも自由な教育方針での結果がマコさんなわけです。 小室家に恋をして脳がチンパンジーになっちゃいましたよね。秋篠宮ご夫妻も脳がチンパンジーになって結婚を認めちゃいましたよね。本来は高校生から本格的な帝王教育が始まるということで現在の天皇陛下も高校生ぐらいから歴代天皇のことを学んだり万葉集や日本書紀に関する信仰を受けられるようになったようです。 まあそういう意味では愛子様は小学校の頃から藤原の道流しのレポートを書いていてこの人は娘さんを4人も天皇に嫁がせて孫3人も天皇になったわけですからね。天皇陛下も高校生の頃から社会問題研究会に所属して他のメンバーとボランティア活動をしたりしていましたからね。それに比べて久人様に対しては主に紀子様がずっと低能学を教えてきたんですよね。 その詳細が文春でも書かれていました。貴子様は秋篠宮様と同じで自由な教育で自主性を尊重ということですが子供が悪いことをしても叱りつけることはなく考えるのはあなたよと言って育ててきたようです。その結果が悪いことをして自分で考えた悠仁様はご指摘に感謝したわけですね。まあ貴子様は悠仁様に天皇と同じ趣味の音楽と山登りをさせたいと思っているようですね。 それで山登りとかも何度かされているようですが登山の最中にトンボとかが飛んできたらパッと捕まえたりということで登山には興味がないことがぷんかりますね。音楽も昔はピアノを習っていたこともあるようですね。お茶の水の音楽会ではトーンチャイムやリコーダーを披露されたということですがこのお茶の水の学年全員が映っている映像も言う、チューブに上がっていてそこに林間学校の写真のメンバーが一人も映っていないんですよね。 だから林間学校はやはり劇団の人だったのかなというのがわかりますね。まあそもそも林間学校も行ってなくてやはりあの写真も顔だけ後から加工して入れたのかなって感じですね。まあ久人様は裏口入学と盗作作文で完全に終わりましたね。対応も最悪でしたからね。マコさんの結婚で余計にそれが目立ってしまいましたからね。今度の縦品合宿では登山もあるようでどうりますかね。 ちなみにニューヨークの方ではまた物価の話題もありましたが今度は不動産の話とかも詳しく書かれていましたね。ニューヨークはもともと毎年家賃も上がっていたようです。家賃が上がらなかったのはコロナのパンデミックで大打撃を受けた年だけだったようです。ただ今はかなり異常に値上がりしているようですね。ニューヨークの中心部のマンハッタンでは家賃が2倍に跳ね上がって差させられたようですね。 まあ1年間で平均すると30%ほどの値上げですが2年ごとに更新するマンションとかではそれぐらい上がるのかもしれませんね。マンハッタンでは物価が上したのとリモートワークが定着したことや犯罪者を解放したことで人口は4%も減少したようです。まあそれが逆に値上げにもつながっているようですね。 小室夫妻のマンションも昨年は55万円ほどでしたが円安や家賃上昇で今年は家賃85万円ぐらいになる予定のようです。まあどうせ支払うのは外務省だから関係ないんですけどね。実は眞子さんと秋篠宮ご夫妻は金銭トラブル以降は会話がなかったと言われていますが少し会話が戻ってきた時期があるのです。これは文芸春秋の眞子様不滅の愛というタイトルの記事で書かれていました。 2020年5月にフォーダム大学のホームページに小室圭ともう一人の学生とともにフォーダム大学の OB で金融専門家にインタビューをした音源があるのです。そしてその時期とほぼ同時期に小室圭の論文がニューヨーク弁護士会のビジネス法部門が発行する専門誌に掲載されたのです。マーレーのスターバックスと似た名前のコーヒー店は問題があるよという自分に言い聞かせるような論文ですね。 このことをマコさんは秋篠宮ご夫妻に小室家の成果として話されたようです。それで秋篠宮ご夫妻も論文を読む能力なんてないだろうしこれは素晴らしいと会話も少し戻ってきたようです。最後までご視聴ありがとうございました。まだの人はチャンネル登録と新規動画の通知を受け取れるようにベルマークのボタンを押していってね、動画が面白ければ高評価、つまらなければ低評価。 どっちでも良いから好きな方をしていけよな。それではまた次の動画でお会いしましょう。どんぶり感情しかできない国らしいことやってるよね。こんにちは。本日も皇室の話題を取り上げてまいります。今回の記事では、天皇陛下が美智子様に激怒されたことについて説明していきます。関係悪化につながった雷言は、2004年5月皇太子様が、 政子のキャリアやそのことに基づいた人格を否定するような動きがあったことも事実と記されていました。この人格否定発言について皇太子様は、初めて聞く内容まだ十分に理解しきれぬところがあるなどと戸惑う心境を文書で表明したようです。さらには、2006年12月の天皇陛下の誕生会見での出来事。愛子様が幼稚園に入園した年でした。 幼稚園で感染したのか風邪をひく機会が増えたことで、会う機会が少ないことを残念なことと発言されていたそうです。そして、いずれは会う機会も増えて、打ち解けて話をずるようになることを楽しみにしています、と今後の理想についても述べられたようです。しかし、それ以降も愛子さまと天皇陛下の対面回数は増えず、さらに宮内庁関係者によると親子の関係でありながらやりとりは宮内庁を通じて行い、 当人同士の直接的なやりとりはなかったようです。住まいも両陛下が皇居御所皇太子かが東京の元赤坂の東宮御所と別れ、意思疎通がうまくできていなかったと語られていました。そんな関係悪化している天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻との関係は、さらに深刻な状況にあるそうです。なんと、天皇陛下が道子様に対して、 皇族行事である一般参賀に参加禁止令を出されたとの情報がありました。それに至った経緯を説明します。1月30日に、秋篠宮殿下がお誕生日の報告のため天皇皇后両陛下のもとを訪問された時に、雅子さまが殿下との面会を拒否されたことです。これを知った道子さまは殿下から挨拶をし、両陛下の後回しにされたことにストレスを感じ、 雅子様の面会拒否の行動に、雅子なんて、所詮中継ぎ皇后じゃない。と激怒されたのです。美智子様の中継ぎ皇后の発言には、女の子で愛子様しか産むことのできなかった近所陛下と雅子様は、中継ぎの天皇家であり、男子である悠仁様のいる秋篠宮家こそが、天皇家の本流であると考えておられるのでしょう。この発言は、 天皇皇后陛下と愛子様も大変傷つかれる発言だったと思います。そして美智子様はこの翌日に宮内庁を通じて、雅子様に謝罪に来るよう要請されたそうです。その要請の本来の意味は、美智子様の許しを得たいのなら、戦闘御所に来て土下座で謝罪をさせるためだったようで。そして、このことを知った天皇陛下は、激怒され、雅子様に対して、 謝罪する必要はないと伝えられると同時に、宮内庁に対して、来年の新年一般参賀で美智子様を出勤にするよう指示されたようです。こんな両家の関係により、宮内庁内部で緊張感が漂っているようです。天皇陛下の異例でアルーパン参賀に禁止令の発言は非常に勇気ある行動ではありますが、こんな事態になる前に対策を講じれなかったのかと思いますね。そして、 道子様の特別扱いがされないと激怒する性格には周りも世間もうんざりしますよね。道子様は2023年の一般参賀はいるのでしょうか、いないのでしょうか。気になりますね。上皇后になられたのだから、必要以上に表舞台に出るのは控えてほしいと思ってしまいますよね。では、続いての記事に移ります。今回の記事では、愛子様、 連日父娘でお忍び外出についてご紹介していきます。11月以降、愛子様のお出かけが増えており、天皇陛下とは連日、お忍びでの外出をされています。皇室担当記者によると12月3日に、東京都豊島区にある学習院大学内の資料館をご訪問。資料館では、16年に100歳で皇居された三笠宮高人様の生涯を振り返る展示をご覧になられました。 さらに翌4日には、世田谷区の後藤美術館で歌人中黒斎業にまつわる国宝や重要文化財に指定された書を天皇陛下、愛子様のお二人で鑑賞されました。愛子様は現在、学習院大学文学部日本語日本文学科に在籍されており、日本の古典文学を学んでおります。関係者によると、当初の予定では愛子様お一人で美術館の特別展を鑑賞される予定だったとのこと。 しかし、陛下も同行されることになり、2時間20分ほど父娘で干渉されたそうです。今回のお忍び外出について、神道学者の高森氏は、高人殿下は従軍された経験を踏まえ、生涯にわたって平和を追求されたリベラルな皇族として知られています。戦後、殿下は新しい時代に即した皇族像を追求され大胆に実践されていました。形にとらわれずに、 時代や国民に向き合う姿勢を愛子様にも学んでほしいというのが天皇陛下のお考えなのでしょう、と話していました。昭和天皇の弟宮である三笠宮隆人様は愛子様にとっては疎相時にあたります。三笠宮隆人様は戦前中黒戦後と活躍された皇族で広く国民に接していらっしゃいました。天皇陛下は、そんな三笠宮隆人様の抱いていた思想中黒お人柄を愛子様にも知ってほしいと、 お考えになられたのかもしれません。高森氏はさらに天皇陛下は愛子さまに皇族として大きな期待をかけているのが今回のお忍び外出で強く伝わってきます。愛子さまご自身も天皇陛下が学ばれてきたことを受け継がれた上で次の世代の皇室像を考えられているのでしょうと話していました。愛子さまは21歳のお誕生日の際報道陣に配布された文書には 宮中祭祀御参列にあたり事前に天皇皇后両陛下にお聞きになって望まれたことが記載されていました。お誕生日の文書の情報量も昨年と比べてかなり増えており、きちんと国民に伝えたいという両陛下のご意見が反映されているのではないでしょうか。宮内庁関係者からは、両陛下は若い世代とお話になられるとき、愛子も中黒中黒というフレーズをよくお使いになります。 それは、両陛下が愛子様を、後継者、として見ているからそのフレーズを使われているのだと思います。と話していました。ネット上でも、両陛下の下で、しっかり帝王学の教育を受けた愛子様こそが直天皇陛下であってほしい。直系調子が継承していくのは何も問題ないと思う、やっぱり身近で見て学んでいる人の方が適任じゃないのかな、などといった、愛子天皇に対する声が多く聞かれています。 しかし現在の制度では、女性皇族に後位継承権はありません。将来の位置づけやお立場は不明確なままですが両陛下は愛子様の今後について、どうお考えなのでしょうか。国民の声は、なかなか反映されることはありませんがこのままでは、現在の皇室を存続することは不可能です。一刻も早く皇室転範を改正してほしいですね。では、続いての記事に移ります。 愛子さまは学習院大学の文学部日本語日本文学科の3年生で、12月17日土曜日に大学を訪問されたようです。それまでの大学訪問は入学した2020年10月24日に新入生向けガイダンスを受けるために訪れた時のみでした。授業はオンラインで参加し、大学祭の行事等にも一切参加しなかったようです。愛子さまが12月17日に参加した行事は何かというと、 日本文学科の卒論説明会に参加するためでした。そこにいた同級生のお話によると、日本文学科はゼミがないので、四年生になると卒業論文を指導してもらう教授を自分で選ばなくてはなりません。愛子様は、源氏物語、新古今和歌集、宇治周囲物語、平家物語、といった平安期など中世の文学だけではなく、奥の細道といった近世の文学まで幅広く古典を学んでいらっしゃいます。 といったお話をされていたようです。久しぶりの大学訪問でご友人たちとも会えたことで、説明会に参加し、メモを取りながらも時々ご友人たちとお話されている場面もあり、楽しく過ごされているように伺えました。しかもそれが理由でお誕生日パーティーが中止になるのは、残念極まりないことです。みちこさまに説教する資格はないと思いますよね。最後までお読みいただきありがとうございました。 皆さんはどう感じられましたかぜひ、コメントをお願いします。